新宿三丁目駅は、東京都新宿区新宿にある、東京地下鉄、東京都交通局の駅である。丸の内線では、伊勢丹前の副駅名が案内される。東京メトロの丸の内線と副都心線、都営地下鉄の新宿線が乗り入れ、接続駅となっている。駅番号は、丸の内線が M09, 副都心線が F13, 新宿線が S02 S である。丸の内線の線路上にある地下通路、メトロプロムナードが広範囲に連絡しており、新宿駅までの徒歩移動が可能である。また、同じ地下通路を通り、新宿サブナードを経由して、西部新宿駅と、さらに新宿駅と都庁前駅を経由して、西新宿駅まで移動することも可能である。さらに、副都心線の駅を挟んで、 甲州街道の地下に南北に伸びる。地下道を利用すれば、新宿駅南口、高島屋タイムズスクエア、バスタ新宿、JR 新宿未来なタワーまで移動することができる。ただし、西部新宿駅を除き、これらの駅に接続する路線との連絡運営は行われていない。なお、丸の内線と福都新線の改札外は、エレベーターとスロープで連絡しており、 それぞれの改札街とホームを連絡するエレベーターが設置されている。一方、丸の内線、副都心線と新宿線の間には乗り換え用エレベーターが存在せず、エレベーター経由で乗り継ぐ場合は地上を経由する必要がある。なお、丸の内線と新宿線の定期乗車券による乗り換えに関しては、当駅で乗り換える必要がある。隣の新宿駅では、 丸の内線は新宿西口駅と連絡運輸の取り扱いを行っているほか新宿線新宿駅が京王電鉄の管轄駅であることから連絡運輸を行っていないためである直営駅丸の内線と副都心線は丸の内線ホームの東端と副都心線ホームの北端を結ぶ連絡通路により改札内で乗り換えることが可能であるしかし ラッシュ時などはこの乗り換え通路が混雑するため、開業後は定期券の乗り換え客に対して、ポスターなどで改札外での乗り換えを呼びかけていたが、2012年3月17日から、普通乗車券、回数券、パスもスイカでも改札外での乗り換えができるようになった。ただし、他の改札外乗り換えの駅と同様に、定期券や1日乗車券以外で改札外で、 乗り換える場合は60分の時間制限があるほか、普通乗車券と回数券については、オレンジ色の乗り換え専用自動改札機を出る必要がある。東急東横線との相互直通運転開始により、福都新線のさらなる乗客増が見込まれることから、乗り換え通路の混雑緩和のため、2012年から2013年2月にかけて、 エスカレーターの増設と専用改札口の新設、切符売り場の増設、及び丸の内線新宿行円前方改札口の移設が行われた。なお、新設された専用改札口の自動改札機は東芝製だが他の改札口と比べて正面投入口の下部が斜めになっている。 2013年3月4日より朝ラッシュ時のみ、乗り換えが一方通行化され、同時間帯の丸の内線から副都心線への乗り換えに連絡通路が使用できなくなった。丸の内線、島式ホーム一面二線を有する地下駅。新宿通りの直下、新宿三丁目交差点付近を東端とし、正方に伸びている。改札口は、地下1階、ホームは、 地下2階にある。従来、伊勢丹側の階段は、ホームの東端にあったが、副都心線との連絡通路を設置するスペースを、捻出するため、2006年8月13日より、新宿方に、約30メートル移動した。改札口もこれに合わせて移動している。さらに2013年3月に移設されたことは、前期した。トイレは、地下1階改札外端にあり、 ユニバーサルデザインの一環として多機能トイレを併設している。新宿側に渡り線があり、早朝深夜に中野坂上方面に折り返す列車が設定されている。2017年4月に発車表が待機に先駆けて LCD 式の新型へ更新され、合わせて接近放送も変更された。ただし、英語の接近放送や中国語。 韓国語表示への対応は、待機での本格導入が進んだ2019年より実施されている。福都新線、島式ホーム一面二線を有する地下駅。明治通りの直下、新宿三丁目交差点から新宿四丁目交差点付近に位置する。季節であった丸の内線と都営新宿線の間に作られたが、丸の内線を30センチメートル下でくぐってから、 ホーム自体に勾配をつけつつ、都営新宿線のトンネルのわずか11センチメートル上を超えるという複雑な構造となり、駅の完成までに7年を要している。明治神宮前駅や渋谷駅と同様に、コンコース会とホーム会の一部に、吹き抜けが設置されている。東新宿寄りに引上げ線が設置されており、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線方面からの、 東駅終着、始発列車が朝、夕ラッシュ時に設定されている。福都新線開業時のダイヤでは、早朝に東駅始発の渋谷行、平日朝ラッシュ時に、渋谷から東駅終着の回送列車がそれぞれ、設定されていたが、2013年3月16日に、東横線、港未来線との相互直通運転が開始されると、東駅始発、 終着の列車が大幅に増加した。昼間の時間帯に当駅終着、始発が日本、H の割合で設定されていたが、2017年3月25日のダイヤ改正で、当駅止まりの列車は日中を中心に、池袋駅、和光市駅まで延長された。また夜間留置が設定されている。トイレは地下2階北側の改札構内にあり、 多機能トイレを併設している。一部の便器には、温水洗浄便座が設置されている。地下鉄博物館に、銅線の構造模型が展示されており、将来的に、新宿サブナードとも接続する計画があることから、その表示もなされている。なお、福都新線開業当時からほぼ終日警備員及び、駅員による立場がいる。有料座席指定列車。 S, S トレーンは土曜、休日ダイヤの未福都心線に入線し、当駅にも停車する。なお、当駅から東京メトロ線内のみの乗車はできない。乗り場発車メロディ全ホームでスイッチ制作の発車メロディを使用している。ホームは地下3階、改札口は地下1階にある。島式ホーム1面2線を有する地下駅。ホームは曲線部にあり、 見通しが悪いため、早朝を除き、係員がホームに常駐している。改札口は一箇所のみ。改札口とは別に乗り継ぎのための窓口生産所を設置している。駅の大部分は新宿三丁目にあるが、ホームの生誕と一部の出入り口は新宿二丁目にある。トイレは改札内にある。2011年冬から2012年春にかけて、 改修工事が行われた。先に、誰でもトイレの工事が行われ、その後2012年春に、すべての工事が終わった。その際誰でもトイレが一箇所増設されている。都庁前駅、つとむ管区、市ヶ谷駅、つとむ区の管轄。業務委託駅。乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、 火表の通りである。B5 出入口、伊勢丹新宿本店あたり駅及び、メトロプロムナードで連絡している、丸の内線新宿駅の出入り口は、非常に多いため、両駅の出入り口を一括して、以下の規則に従って、出口番号を設定している。本校では、両駅間のほぼ中間地点に存在する、新宿サブナード地下街から新宿三丁目駅側を、 中心に記載している。両駅を結ぶ地下コンコースから見て、南側両駅を結ぶ地下コンコースから見て、北側東映新宿線開業時に設置、副都新線開業時に設置。明治通りと漁園大通りの交差点、新宿3丁目交差点、新宿4丁目交差点、高島屋タイムズスクエアの間に設置されており、南北を縦断する通路の長さは約800メートルである。 将来的には新宿サブナードとも連絡される予定がある。E6 で入り口は長らく建設途中で放置されていたが2012年3月1日に供用開始された。E10 出入口は2010年5月21日より新宿地下歩道が全面的に供用開始された際に新設された。福都新線の開業当初新宿地下歩道は 現在の EQ 出入口まで暫定的に強用されており、当時は EQ 出入口に出口番号が付与されておらず、単に新宿地下歩道出口という故障だった。新宿3丁目新宿伊勢丹前、新宿追分新宿5丁目都立新宿高校前、新宿4丁目バスタ新宿丸の内線への連絡通路と、 小木く方面の線路を支える針注釈出店。ありがとうございます。